王立展示館王立展示館は、オーストラリアのメルボルンにある建築物、カールトン庭園の中に位置する。オーストラリア最初の大陸ヨーロッパ風建築と言われ、現在ではメルボルン博物館の収蔵品の一つになっており、同博物館の最も大きな文物である。王立展示館は、メルボルン市庁舎やビクトリア州立図書館を建設した。 建築家のジョセフリードによる建築で1880年に完成し、同年のメルボルン万国博覧会の展示会場となった。当時は12000平方メートルにも及ぶ本館と、共に展示のために一時的な建物が敷地内にあったという。1888年にはヨーロッパ人のオーストラリア入植100周年を記念してのパーティーも開催された。 1901年5月9日には国会議事堂となった。その後、連邦政府は26年間、ビクトリア議事堂を使用し、衆議会は王立展示館を利用した。現在では再び展示館として利用されているが、メルボルン随一の会議、展示場の座は1996年に開場したサウスバンク地区のメルボルン会議展示センターに登録された。ありがとうございます。